皆さんこんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は小学校2年生の国語の内容です。観察名人になろう。教科書52ページから57ページです。皆さんはいろいろな植物や動物を育てたことがありますか？ここでの学習では丁寧に観察してそれらを詳しく書くことをします。ここで動画を止めてください。終わったらまた再生してください。次の計画で学習します。 1. どのようなことが書ければ観察名人と言えるのか。 2. 観察するものを決めて丁寧に観察しよう。 3. 観察したことを記録する文章を書こう。 4. 自分の書いた文章を読み直そう。 5. 続けて書いた観察文を読んで学習のまとめをしよう。新しく習う漢字を練習します。ゆっくり読みましょう。ここで動画を止めてください。終わったらまた再生してください。新しく習う漢字を書く練習です。まずは教科書57ページの書き順を指でなぞりましょう。次に読みましょう。最後にノートに3回ずつ書きましょう。ここで動画を止めてください。終わったらまた再生してください。今日の学習課題です。どのようなことが書ければ観察名人と言えるのか。教科書53ページの文章を読んで、どのようなことが書ければよいかを考えてノートに書きましょう。ここで動画を止めてください。終わったらまた再生してください。今日のまとめです。大きさや形、色を見る、いろいろな方から見る、数を数える、長さを測る、触る、匂いを嗅ぐ。ここで動画を止めてください。終わったらまた再生してください。新しく習った漢字を復習します。ゆっくり読みましょう。ここで動画を止めてください。終わったらまた再生してください。学習の振り返りをします。頑張ったことや分かったことなどをノートに書きましょう。ここで動画を止めてください。終わったらまた再生してください。今日の学習は以上になります。